はい、どうもこんにちは、ガルです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、本日はですね、こちら、八内プリンセススカウト、UR の千葉さんがね、まあ、ついに実装されまして、で、まあね、キャンペーンで、もともとね、告知があって、で、昨日の8テレでもね、まあ、情報が、まあ、公開されて、で、まあね、まあ、絵はね、こんな感じですね。はい。で、まあ、あと、翼ちゃんがこれ、すごい可愛いですね。はい、まあね、翼ちゃん、まあ、抱き合わせにしてきたのは、まあ、翼ちゃんも人気キャラなので、まあ、その辺ね、ガチャがちょっとでも回るようにっていうことで、まあ、翼ちゃんにしてきたのかなみたいな感じで思いましたけど、はい、いいですね、これ表情がね。で、千葉さんもね、まあね、能力がね、どういう感じなのかっていうところを、まあ、もう見させていただいたんですけども、まあ、まず絵はね、すごいね、かっこいいなっていう印象。はい。で、まあね、太ももの方に僕は目が行ってしまうんですけど。はい。で、まあね、固有の方がね、テキスト全体の総力を減少、ミートを少し減少っていう感じで、まあデバフが、総力とミートの、まあデバフを持っているというような感じ。で、ステータスがめちゃくちゃ高いですね。はい。どれも4000以上っていう。はい。素晴らしいですね。はい。で、リンクの方が、まあね、メンバーリンクの方がゆかりちゃんですね。はい。で、守備適性が鈴若ちゃんなので、まあ、星にすることができる感じ。はい。で、まあ、ゆかりんって言ったらね、まあ、投手バフが、まあ、持っている新カードが豊富なので、まあね、まあ、全体、まあ、こっちのね、セルフリンクの方は多分ドロセンバさんとつけた方がいいのかなっていう感じがしたので、まあ全、デバフを、かけつつ、で、投手バフもかけつつみたいな、感じにして、する人が多分多いんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ打撃力を強化したければ、確か花の千葉さんがひまわり持ってるような気がしたんで、まあその辺とくっつけるのも、まあいいのかなっていう気はしますけど、まあまあでもドロ千葉さんでしょう。はい。で、シンデレラハーモニーが、まあ、キャッチャーの時、先日、前進守備を使用、内野ゴロ率を、結構上げて、で、長打率も下げて、味方補給率アップ。で、オペレーションコスト5回復なので、まあ、実質ね、まあ、オペレーションコストが15ある状態、最低でも15ある状態で、まあ、使えば、まあ、実質前進守備って、まあ、15、消費なので、まあ、実質10で、まあね、発動できるよっていう感じですね。まあ、ちょっとだけ燃費が良くなるっていう感じ。で、まあね、神宮寺さんなんかとね、まあ相性いいですよね。神宮寺さんもね、内野ゴロ率を、まあ上げてくれるような確かスキル、シンデレラハーモニー持ってたので、うん。まああっちはね、ちょっと体力、スタミナ上限値の、縛りがありますけど、はい。っていうような感じで、まあ僕ね、その、千葉さんね、どっちかって言えば好きなので、まあね、まあそんながっつりはもういかないですけど、天井まで引くとかそういうのはないですけど、まあ最大でも60連まで、引いて、まあそれで、まあまあ出ないかな。うん。UR はそんなね、甘いもんじゃない。まあ出ればいいかなっていう感じ。はい、まずね、単発の方で、行きましょう。はい。まあ単発は、なんか何もなさそうですね。はい、単発は、何もないですね。はいはいはい、しのくもちゃんで終わり。さあ行きましょうか。はい、まずね、10連目行きましょう。はい。まあね、千葉さんのシルエットはね、まあよく見ますけど、はい、夕方スタート。まあ R とかね、すげえ出る印象。はい、夕方終わり。まあ千葉さんのシルエットね、いつも見ますけど、まあこういう時ばっかりね、出ないっていうね、ことね、多々ありますからね。UR のそのガチャだけ全然出ないみたいな。はい、で4、つくもパイセン。はい、で5。で、倉敷ちゃん。もうね、シルエットはよく見るので、本当にね、もう把握してますから。はい。で、こういう時ばっかり出ないよね。はい。で、花山ちゃんね。はい。まず10連目は何も出ずというような感じ。はい。では、20連目行きましょう。はい。さあ、また夕方スタートで終わり。うん、夕方スタートで終わりですね。さあ、ここから変わればいいんですけど、変わらないですね。変わらない。さあ、夕方止まり、夕方スタート止まりで、終わりですね。はい。で、2、で、3、で、4、はい、で、5、で、6。千葉さんが来ないね。いつも出るのにどうしちゃったんだよっていうね、話なんですけど。はい、ゆかりちゃんはすげえ出る。ゆかりですね。
最後ゆかりちゃん3連発。はい、まあそっちのキャッチャーじゃないんですよさあ、じゃあ30連目いきましょう。30連目です。はい、さあ30連目は一発目は脳演出。さあ脳演出からの、何もないですね。はい、さあさあさあ、30連目ここまでは SSR 何もないですね。はい、で2で鈴若ちゃんで、3つくもパイセンで、今のところシルエットすら見せてくれないパターン。はい、で茜ちゃんでたゆたゆで鈴若ちゃんが出るけど SSR 守備リンクだもんでね、あの守備リンクでつけられるので、まあね、あのおお持ってないあ、これ地味に嬉しいですね。持ってなかったんで、はい、ありがとうございます。はい、まあね、守備リンク星にできるんですよね。はい、で確かフェスゲンの鈴若ちゃんいますけど、まあね、やっぱキャッチャーとして、まあ、使うのがね、まあ、いいと思うんで、はい、これありがたいですね。これ持ってないし、まあ、ちょっと欲しかったってやつはい、ありがとうございます。では、40連目いきましょう。あと30連ですね。まあ出ないですね、この感じは。はい、じゃあ、最初は脳演出。脳演出からやっぱ SSR 来ますねはい、また脳演出ですね。はい、40連目、30連目、40連目脳演出。はい、翼ちゃん、はい、翼ちゃんもね、抱き合わせ今回そうな、翼ちゃんだもんでね、まあ SSR が出るかもしれないですね。まあまあまあ、あの翼ちゃんいいですもんね。はい、で鈴若ちゃんめちゃくちゃ出るじゃんしのぐもちゃんのシルエット、はい、で天草ちゃんで、千葉さんのシルエットいつも出るのにマジで見ないんですけどはい、あと20連ですね。はい、20連で終わりです。はい、さあ50連目です。さあ夕方で終わりですね。はい、夕方止まり。さあ夕方止まりからの、何もないですね。はい、今回ね、夕方演出はね、何も出てないんでね。はい、で坂上ちゃんで野崎ちゃんで岩木ちゃんで委員長で本庄さん委員長、長谷ちゃん。さあシルエットが何にも出ないですねはい、で近藤ちゃんで終わり。さあ、じゃあ60連目ラストです。はい、60連目ラストを、引かさせていただきます。さあ脳演出ですね。さあ脳演出からの、さあさあさあ、そっから変わる変わらないですね。さあ夕方で終わっちゃう、いずれも。はい、何も出なさそうですね。はい、でせめてシルエットぐらいは見せてくれた、見せてもらいたいところではあるんですけど、はい、シルエットが来ないね。こういう時ばっか来ないねこないだ散々出てたのにね。はい、で花山ちゃん、茜ちゃんで近藤ちゃんで、さあラストですかね。はい、で、坂上ちゃんで終わり。はい、でもどうしようかな、もう10連引くか。はい、もう10連引いてみましょうか。70連ですね。はい、70連、まあなんか余ったんでね。まあね、フェスガチャもね、まあ引くんでね。はい、脳演出。はい、フェスガチャもまあ引くんでね。まあ月属性どうしようかなっていうところなんですよ。はい、で夕方止まりはい、まあリンちゃんは70連で出てくれましたけどね。まあそんな甘くないですね、これは。はい、で葵ちゃんで茜っちで、おー千葉さん、さあどうだ、さあどうだ、あーあれでした。まあシルエット見てたんでいいですよ。はい、で、はい、で千葉さん、また千葉さんですけど、また R 惜しいな、惜しいね。はい、で篠雲ちゃんで終わりですかね。はい、で、あー長谷ちゃん、はい、まあね、見れたんでいいですよシルエットが何も見せてくれないパターンはね、ちょっとあれだったんで。はい、まあね、何も出ませんでした。あー、まあでもあれが出たんでいいでしょう。はい、鈴若ちゃんね。はい、何も持ってない鈴若ちゃん、これ何、まあこれも投手バグなんですよね。まあ急速スタミナが超絶上昇っていうような感じ。まあ使い道はないですけど、はい、全然ね持ってなかったんで、はい、いいと思います。はい、ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。